M8 ショータイム二等兵の友人がです T 隊長です。隊長でございます。また引き続き、はい、今日はこちらの、 カーシー博士のセルフヘルプ術、英語名は Please Understand Me、私を理解してよ、私自身に対して私を理解してよっていう本、これがとても面白くて、前も隊長にやったところ、隊長にも面白いと思ってもらえたので、またちょっと話をしたい、なのでもし皆さんも動画で説明しておりますが、ちょっとやっていただき、タイプを診断していただければと思います。そうすると、これで何が分かるかというと、4通りの思考性が分かりますよと。まず外向型か内向型か、外向型は E、X なんちゃらかんちゃら、読めなくてもいいです要は外向型が E ですと、で内向型が I、で外向型は社交が好きで、人から元気やエネルギーをもらう、人と話し、人と一緒に遊んだりすることでバッテリーが充電される、でこのタイプは人と接してない時に寂しさを経験する、で内向型っていうのは自分の領域意識があって、外の環境においてもプライベートな空間を欲する、内向型のエネルギー源は一人でできる行動を好んで、一人で静かに仕事をして、あまり他人と関わらないやり方でエネルギーを補給するのが、内向型、で外向型内向型を区別するキーワードは社交性と縄張り性、外向性は幅広さに惹かれて、内向型は奥の深さに魅力を感じるなんてあります、で、感覚直感、S の感覚、センセーション、感じられることを信じる人っていうのは自分のことを実際的だと思う、で直感、直接見ると書いて、直感で物事を把握する人は、自分を革新的で現実に縛られないと思う、N、で両者の違いとしては、私は、S なので自分の五感、または分別を注視して、事実を求めて、事実を信じて、事実を記憶する、で個人的にも社会的にも経験を重んじるのが S、で対して直感型は、N の方ですね、僕、例えば雇用主だとして、応募者に対しては過去の業績よりも未来の、この組織の未来をいかに述べることができるかとか、組織の成長のためにどんな可能性を考えられるかっていうこととか、例えば感覚型っていうのは事実を行う、事実を扱うことを好む、これから起こるかもしれないことを心配するよりも実際に起こったことのみに焦点を当てる、で直感型は、ざっと見回して、その時々に自分の関心があることに注目するのが直感、で思考と感情、思考型っていうのはシンキング T で、感情型っていうのはフィーリングで F、でこれどちらかを選ぶのは快適さの問題であると、ある人は非個人的や客観的であることを快適に感じ、個人的な情報判断は不快に感じる、またある人は価値観で判断することを快適に感じて、客観的や論理的になることには関心がない、なので違いとしては、どちらかというと男性の方が思考を好み、女性の方が感情を好むなんて書いてあります。なんか決断をする際に感情を基準にする人は、時として思考型の人を無情、冷酷、薄情って思ったりするが、こっちからすると確固とした立場を取れてないとか、思考からすると感情は、確固とした立場を取ってないじゃんとか、反対意見に立ち向かうことができないとかなんて思ったりするようです。で認知と判断としては、締め切りを決めたいか、可能性を残しておきたいかっていうところです。僕はそこをちょっと誤解してました。自分は可能性を残す方だ、
って思っていたんですけど、うん、今までの行動を考えると、うん、決めたいんです、もう、うん、先に決めてそこに対して動きたいみたいな、うんうんうん、もう何て言うんだろう、決まってないことを思ってるのが不安なんですよ、うんうん、とそれはどっち、はい、T の方、うん、J 判断する方が J,、うんうん、J の方がもう即断、うんうんうん、決めたい、うんうんうん、で P の方は認知っていうのは可能性として残しておきたい、まだ可能性あるじゃん、うんうん、で決めたくない、うんうん、そこを勘違いしてた、僕はそこを勘違いしてた、うんうんうん、僕はどちらかというと、うん、可能性を残しておきたいってやる方だと思ってたんですけど、うんうんうん、今までの行動を考えるとそのジャッジ、うん、決める、うんうん、早く決めたい、うん、この宙ぶらりんな状態は好きじゃない、うんうんうん、っていうところをちょっと勘違いしてました、うんうん、っていうところで私は ESFJ、うん、で体調は INFP っていうのが分かりましたと、うんうん、でこれは基本またこの4つのタイプが出ると分かるのは4つの気質が分かりますよと、でその4つの気質というのは SP 気質、自由を愛し衝動に生きる、自由奔放に生きて今日を楽しむような人、行動すること自体が目的で、リハーサルなしの行動で、衝動は生きている証というタイプです。7とか4とかみたいですね、まあ、エニアグラムで言うとそうですね、もう義務や力、うん、精神性は二の次で、うん、行動こそが大切というタイプですね、うん、でこの人たちは危機に直面すると、うん、活気づく、うーんよーしって燃えてくる、分かる気がしますで、道具の使用を愛するとか、うん、周りを陽気にする術を持つ、人も羨むほどの派手な生活、うんうんうん、で落ち込みにも耐えられる能力、うんうんうん、で自分の冒険には我慢は不要、うん、で他のタイプには見られない勇気と忍耐力、うん、で自由の呼び声に反応、うんうんうん、兄弟愛と団体精神、うんうん、で気前の良い平等主義、うん、人を魅了すると同時に、まあそういう人だから抽象の的にもなる、で幸運を信じる楽天主、楽天主義で、自分の自由を人に見てもらいたい、7じゃないですかとか、まあ、あとはまあ行動の完璧さというか結果よりもプロセスで、瞬時の行動を欲求される仕事に惹かれるで、まあ、まあ芸術家に多いよなんてことが書いてあります。で、SJ 気質、うん、所属する社会集団の役に立ちたいと願う、うん、私ですね SJ で、そういう、であとは従順性の中に世俗的な知恵、うん、勤勉で人を世話する人間、幼い頃から保護者的な態度、人に奉仕したいという願望、うんうんうん、で、まあ、SP 型と違っては SJ 型はその束縛されて義務を負うっていうことに欲求を持ってますと、うんうんうん、なんで自由じゃなくて、うんうん、働きたい、うん、人のために役立ちたい、役割をちゃんと与えてほしい、与えてほしい、でそれに対して働くっていうのが持ってるみたいです、うんうん、で平等主義対、うん、階級組織っていうことが書いてあって、要はその自由のためには階級が必要だろ、要はシステムちゃんと考えようよ、自由じゃねえんだよと、自由ってやるためにはちゃんとルールがいるんだよって考える。で楽天主義に対して、いや違う違うと、備えあれば憂いなしですと。でどちらかというと、うん、アリとキリギリスでいうと、うん、アリ、うんうん、アリですと、でキリギリスと、キリギリス、うん、SP はキリギリス、うん、でそのキリギリスが来ると、うん、しょうがないなって言って迎え入れるのが役割、うん、だからこのシステムに入れよってことですよねだから別に締め出しはしないいいよって、だから言ったろって、働けって、って
で、マーフィーの法則っていうのは、むしろ考えたのは SJ 気質だと、あ、これをやるためにはルールがいるんだよ、そのルール考えたよ自由になるためのルールがあるんだよ、それ自由ですかみたいななところもあるんでしょうけどね。であとはその社会集団に属するのが大切、伝統を重視して作り上げる、で、義務や責任の重荷を背負うのが好き、なんだかんだ言って好きなんですよ。多分好きなんですね。多分好きなんですよ、あの頑張るのが好きなんですって。で多分いっぱい来るからそれがストレスになったりすることはあるけど、そう、頑張ってるのは好きで、求められるのは、まあ嫌いじゃない。嫌いじゃない、はい。で、責任ある仕事を断れない性格、しょうがないなって、まあ、言うのが多分好きなんでしょうね。で、必要以上の責任を抱え込み、時には病気に、気をつけましょうね、これは。で、あとは奉仕に対して適切に評価されないっていう不満を持って、なんかその辺のストレスなんじゃないですか、はい。ただ社会の礎になるっていうのは、あの自分の、なんていうんだろう、使命として、これはまた嬉しいところでもある。この社会は俺が礎になってんだ、っていうのは満足にはなりますよね。特攻隊かっこいいって言ってましたもんねそうですね、あの国のために死ねるっていうのは、っていうのはちょっと思ったりしてます。で、遺産を守ることは重要、これはちょっとあの風の時代にはちょっと考え方を、ルールを決める必要があると思ってます、そっちに合わせたルールを合わせたルールを考えれば機能すると思ってます、で、肩書きや権利が法律、これもまあ風の時代に合わせて作りましょうと、ルールを必要なんですってで、自由と平等は両立しないなんて考えてるかもしれない、で、物事の原理に固執、社会の基準を尊重、で、この人たちはサービス業や教職に向く、人の世話をする、人の世話をする仕事にも向くなんて書かれています、あとは社会の安定剤、この辺かなって、今やってるのも僕の中ではこの辺かなって、社会の安定剤、そう、体調とはまた考え方は全く違います、っていうのがこの SJ 気質、で、NT 型、直感、直接見る、直感で、T、シンキング、考える人は自然を理解しコントロールする願望がある、で、この NT 型っていうのは、自分とは異質の環境にいるっていう感覚がある、自分とは異質の環境にいる、要は自分とは違うっていう環境にいるっていうのを持ってる、この世の中が、世の中は、で、生まれながらの科学者です、で、知性を愛して自己を分析する、で、能力の向上に夢中になる、で、自己批判して完全に理解することを求める、で、権威よりも実力主義、で、常に自分自身に対して疑問を持つ、っていう高い水準を作るから悪循環に陥る、自分ってなんだ、自分ってなんだ、自分ってなんだって、まだまだとこですよね、はい。で、遊びでも自己に負担をかける、要はレクリエーションは楽しむべき、で、楽しむことを自分に強制するとか、なんで このストロークがうまくいかないんだろう、で、ずっとそれを考える、研究しだしたりする、研究しだしたり、で、他人には期待しない、っていう人は周りの人にも努力を強要する、うまくなりたいならやれよ、とかっていう、で、他人と知的な交流ができない、なぜなら周りは不十分だから、遊ぶって言ってももっと追求しろよって思うんですよね、はい、きっと。こんな下手なやつだとはとか、こんな無知なやつだとは、もっと楽しむためにはもっとスキルを上げなければ楽しめないでしょうぐらいのっていう、で、無口だが言葉遣いは正確的確っていう人だから、
他人からは近づきがたく見られる、うんうん、的確に指摘そうですよね、はい、で、現実感や実体験に欠ける、うんうん、っていう人はなので他人の感情には疎い、うん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 、ただ偉大な書物を残すこともある、うん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 、で子供時代は好奇心の塊、うんうん、これ何これ何、うんうん、これ何これ何、うんうん、これ何、うんうん、でこういう人たちは科学、うん、数学、哲学の分野で活躍しますと、うんうん、で誰よりも仕事に生きるタイプですと、うんうん、で風変わりな天才なんて言われたり、うんうん、言葉遊びや風刺が好き、うんうん、ちょっとシニカルに見てたりとか、うんうんうん、で過去の間違いを繰り返すことは恥であると思って、うんうんうん、愚かだと、うん、そんな人間は間違いを過去の間違いを犯すなんて愚かな人間よと、うん、愚かなもんですよ人間なんて隊長ここに入ってこないでください君は違うんだからであらゆるテーマに挑戦する、うん、なんて人たち、はい、で、うん、NF 隊長ですね、はい、自己の発見が生涯のテーマな人たち、うんうん、人の理解を超えた目標を持っている、うんうん、で目標は自分自身になること、うん、よくわからないけどね自分自身で何なんですよね、はい、それこそ、はい、で SJ が言ってることもわかる、うんうん、NT が言ってることもわかる、うんうん、SP が言ってることもわかる、うんうん、でもなんでそんな一生懸命になるんだろ う, そ, うそれがわからない、うん、で人生の目的は人生の目的を持つこと、うんうんうん、何を言ってんだですよね、うん、でこの人たちはパラドックスを解決する仕事が向いてるなんて書かれています、うんうんうん、まあこれエニアグラムでいうとタイプ9ですよね。タイプ9ですね。この人が言ってることもわかる、この人が言ってることもわかる、うん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 、じゃあこれみたいな、なんか組み合わせてとか、はい、両方納得いく方法はないのかみたいな、はい、じゃあこれかなって、うん、で、こういった自分自身の、うん、自分探しの終わりなき旅をしているような人ですと、うん、で個性とは人に認めてもらうもの、うん、ここで書かれていることは、うん、だからもう僕には分からないんですよ、うん、今まではちょっとなんとなく説明をタイトルだけ読みながら、うん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 、その人になりきったんですけど、うんうん、ここはごめんなさいちょっともう慣れないただまあ人格者になること、うん、NF 型にとって自己実現とは人格者になることですと、うんうんうん、誠実で調和に取れた人間になることで、うん、それは見せかけも仮面も口実もごまかしも演技もない、うんうん、人格者になることは本物であること、うん、真実のコミュニケーションができ自分の内的経験と調和が取れることですと、うんうん、で人生とはドラマだ、うんうんうん、意味のある人生を送ること、世間との違いを作ることで満足することができる、うんうん、もうちょっと僕は読んでるだけです奥分かりますね。あ、まあ、自分なんであなんとなく、はいはい、あ自分のことだななんてことが、うんうんうん、でもどっちかというとごまかしでもいいと思ってる人ですからね。だからそういうのじゃ、だから本当の自分ってそこかなっていう、ごまかしもなくてそこを目指してるけど、まあ慣れない自分はいるというところがありますけど、なりきるわけじゃないですけど、うん、僕はごまかしでも、うん、まあ、人のためになるならいいじゃんって、うんうん、でもそんなのはそっちの方が実際的じゃんって思うんですよね、うん、でそれはわかるんですよ出たそれはわかる、出たそれはわかるけど、はいはい、それってまあ本当の自分じゃないよねっていう自分探しっていうところじゃないですか。なるほど、うん、そこを求めてしまうみたいな、はいはい、それはまあわかる、役立つからいいよねっていうところが人間関係には寛大うんうん、うん、そうだからさっきの NT みたいに、はい、こうバカだとは思わない思わないあそれもわかるって、うんうんうん、笑顔でそれもわかるですもんね。あそう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 、 NT みたいに、あ、まあ、そういうのもあるんだろうね、うんうん、っていうわかるじゃなくて、うん、あそれもわかるわかるって、うんうんうん、ただ求めてるのは自分自身に求めてるのはもっと先なんだよねみたいななんで外ここはだいぶここの隔たりはある感じです、うん、ただ人のためになるといいよねは共通、うん、共通、はい、うん、でこういう人たちはカウンセラーや教師に向く、うんうんうん、で人の良い点を引き出す仕事にも魅力を感じる、うんうんうん、で詩や戯曲のような言語芸術が好き、うんうんうん、で
感情移入できる才能がある、うん、で作家の多くは NF 型ですと、うん、で意味の探求は全ての人に必要でしょ、うん、って思ってるところはありますよね、うん、この人、うんうん、あるんですよ、そもそもとか言いますからね その概念はみたいなで僕はアドラーの紹介をしますって言って、うんうん、アドラーの紹介をした時に、うん、その目標はって僕に聞くんですいや僕アドラーの言ってることは分かんねえよって言うとちょっとなんかムッとされるんですよムッとしてるわけじゃないんですよ考え込んでるんですよあなるほど でそこ聞かれても分かんないです、うん、っていうところは僕にはあるんですよ、うん、で僕の中では、うん、そこは意味ありますって思ったりするんですよ、うん、それぞれの解釈でいいじゃんっていうのが僕の中では そっちの方が実際的、うん、でその先に自分自身の納得が欲しいんですよね。でその遊びをやろうって言われると困るんですよ困る困るってそこがなんか面白かったりするんですよ、はい、っていうラリーは動画の中でよくある、はいはい、よくある。でペンは剣よりも強し、うんうん、で普遍性と意義のある主義を追求したい、うんうんうん、で集団セラピーで人生の意味を探っていこうよ、うんうん、っていう。であとは自分自身になるっていうのは、うんうん、これはもう自己分裂になる等しいと、うんうん、要は探っていくものだから、うんうん、自分っていうのは変化の中の、うんうん、一つ点が自分、うん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 、だから次の瞬間にも自分は変わっている、うんうんうん、だから自分がなった瞬間に、うん、もうそれ意味が破綻してくる、うんうんうん、で努力の限界は決められない、うん、で可能性を実現させたいという未来思考なんてことが書かれていて、要はあの前の動画にも言ったこのエニアグラムっていうのは動機、うんうんうん、動機ですね、はい、でこちらはそれの選択。あでもなんかすごくしっくりきましたこれなのでなんか前にその、うん、このやりがちなのが、うん、その外交内交の意味だけ見て、うん、あこっちかなってやってやるとちょっと違うのが出る、うん、っていうのなんか僕が INTP でしたからね。だから NT ですよさっきのはいはい INTP にその、うん、初めにさらっとやった時に INTP になって、うんうんうん、あと NT をこちらで読むと全く違う、うん、全く違う、うん、あの、うん、繰り返し楽しまなきゃ、うん、楽しまなきゃってやる人じゃない。だからその INTP の説明を読んでもなんかちょっと違和感があるなって終わってた。でも分かるなんですよね、うん、まあそう当てはめようと思えばできるかなけどなんかすごいしっくりは来ない、はい、うん、っていうところで、うん、とてもこの何を選択したか、うん、であなたが選択してきたものが分かるっていう意味で、うんうんうん、このタイプが分かるとちょっとなんか、うん、自己分析に役立たないかなって。いや本当面白いですねこれ。面白い面白かった。僕もこれあの、うん、深夜にやったんですけど、うんうんうん、ちょっと興奮しちゃって、うんうん、めっちゃ面白いと思って、うんうん、なんとなくまあこれ言うとあんまりあれかもしれないけど、はい、アドラーより面白いと思ったなるほど、うん、だとするとちょっとまた M8 で考えて、うんうん、どうなんか役に立てられるかっていうのをちょっとまた動画でやっていきたいと思います、うんうん、あの質問事項というか、うん、お前このタイプのこともうちょっとやってくれよとか、うんうんうん、あそうやり方が下手だねとか今ちょっと2人で BL やってるので今多分これ見てもら見て自分で分析した人いると思うんですよね。はいはいはい、はい、で自分はこのタイプだったっていうのが知りたいとかあったら、はい、そのタイプをまたあそうですね優先的に、はい、であのこの本まだ売ってますので、うん、もしよろしければ購入してください、はい、うん、とても面白いこと。面白い。あのちょっと埋もれているのがもったいない、うん、もったいない本、うん、あこれ本の紹介にもちゃんとなってますよね、うん、なってます。あの権利を侵害してない。してないです。じゃあ自信を持って、うん、おすすめです。アフィリエイトでも貼ってきますか、ね、おすすめ、はい、セルフヘルプ術。またちょっとこの動画、うん、はい、考えて撮っていきたいと思います、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。